2、3時間借りる場合でも587,000円、高っ。どうしようかしら。ただいま電話が大変混み合っております。ちょっとやめか。全部違うか。やっぱ営業時間外だ。やっぱ早いのか。どうして。ジョイフ系の臨国際空港で寝れたら最高ですよね。ちょっと遠いんですけど。いいじゃん、滑走路で寝れるってめっちゃ楽しいね。今週のお題が滑走路の上で寝たいっていう太一さんの要望があったので、そちらのリサーチを進めていきたいと思います。できれば国際空港がいいけど、実際今使われてなくて貸し出してる空港だったり、滑走路で寝れたらいいので、まずはね、ちょっといろいろどんな空港があるのかっていうのを見ていきたいと思います。で、太一さんが参考になるサイトを送ってくださったので、ちょっとまずはそこから見ていこうと思っております。これがまず、ハイ空港っていうのかな？使われてない空港。なんで使われなくなっちゃったのかっていうやつですね。ファイナンシャル、経済的な理由でハイ空港になっちゃったりとかしたのが、シーダットウェルセントラルエアポートインスペイン。ちょっと読み方というか分かんないけど、まあ、スペインにある空港がなくなっちゃったのと、対立によってなくなった。廃棄された金属を、まあ、再利用して他に何か使うっていう場合もあるよ。ああ、映画のセットを作るための材料にするよっていうこと。これもなんだ、ジャーマニー・ワズ・ビューティー。これも使われなくなった空港の例でしたね。あとは、1990年代から使われてない空港がまだ存在するっていうのがすごいですよね。でも空港な感じしないですね。まあそらそうなのか。今使われてないからね。まあこういった空港とか。うわーすごい。ボロボロ、ボロボロでですね。意外と結構あるんですね。数っていうと。廃校になった空港は結構数があるよっていうことは分かりました。あとは滑走路がちゃんとあるのかっていうところと、行っても大丈夫なのか、寝ても大丈夫なのかっていうところの許可をね、必要を取らなきゃいけないので、まあ、連絡先をね、また調べていこうと思うんですが、こちらも太一さんが送ってくださった撮影現場に使われるような空港ですね、そういうのがあるらしいです。イギリスのこれとか、すごい滑走路なのかな。ここの電話番号もかけちゃおうかな。Hello?Hello, nice to meet you. This is Ray from Japan. And I have a website called Daydream Hub. ですね、まあ、内容としては、撮影はすることができますよと。これですね。ここが一番安いし、景色が綺麗でおすすめだよっていうところだったんですけど、まあ、お昼寝したいだけなんですと。なんで、数時間、1日今2、3時間ぐらい貸してもらえませんかっていうことだったんですけど、それで、まあ、2、3時間借りる場合でも3,060ポンド税込みでかかるって言ってたんで、587,000円、高っ。どうしようかしら。ちょっとさすがに高いと思うんで、まあでも空港は他にもいっぱいあると思うので、ちょっとね、いろいろ見てから決めようと思います。ショラバーム飛行場、電話番号はないけど、まあ連絡先がないので、このウェブサイトを調べてみよう。アクセスできません。すごい名前。ブーンエアポート。これは使われてるのかしら。すごい、何にもない。あ、ヘリコプター。これ滑走路っていうのかな。なんか、長くないですね。広いって感じですね。あ、でも飛行機あります。滑走路？じゃあ、このサイトに電話してみましょうか。ボイスメッセージはね、返ってこないかな。意味がなくはないかもしれないですが、もうほぼ帰ってこないで諦めましょう。ギムリ、カナダ、マニトバ、ギムリ。あ、これ空港っぽいですね。スカイダイビング、そっか。でもスカイダイビングも飛行機飛ぶからね、スカイダイビングセンターとかもあるやんかな。滑走路があればいいわけですもんね。そのまあ国際空港が行って言ってたけど、でもこれで行ったあれですかね、太一さんが教えてくださったサイトは全部見たということですね。なので、あとは自分で調べていくしかないかなっていうところで、成田空港一回電話してみますか。ただいま、電話が大変混み合っております。ちょっとやめか。ジョイフ・ケネディ国際空港で寝れたら最強ですよね。ま、かけるだけやってみましょうか。どうしようかな。ちょっと、ま、空港を調べてから、どういう空港が借りれるのかとか、
とリサーチしてから実際に電話していくっていうのをしようかなと思います。プライベート滑走路も視野には入れつつ、できれば国際空港でってことだったんで、島とかローカルな空港とかにちょっと当たっていこうかと思います。アメリカになんかちっちゃい空港がいっぱいあるって大地さん言ってたんで、なんかアメリカの空港一回リストアップするとかしてみようかな。アメリカに空港はいくつありますか。最大要点数千、小規模だけでも数千あるんですね。まあアメリカって言っても広いですから。はい、ちょっとね時間を間違えました。今はねアメリカは夜中の2時とか3時とかなんで、まあ、出ないかなっていう気がするので違う国にしましょうか。あとオーストラリア言ってみようかしら。バンクスタウン空港連絡してみようと思います。全部違うんだけど、やっぱ営業時間外だ。やっぱ早いのか。どうしよう、この時間にかけれるところどこがあるんだろう。今動いてる空港見ていこうと思います。飛行学校とかだと連絡取れそうですよね。空港よりもちょっと小規模なところなので、この電話番号かけてもいいかな。バンクスタウン空港。いや、てかオーストラリアは時差が少ないからビジネスアワーも一緒ですもんね。オーストラリアではダメじゃん。ヨーロッパ、ベッキュケ、コートドバール、電話がありますね。いけるかしら、時間的に。行ってきます。はい、あ、ハロー、 This is Ray from Japan. Nice to meet you. はい、ということで、まあ、貸すことはできるけど、なんか日付とか人数とか、人数というか、まあ、スタッフが何人いるかとか、あとどれぐらいの時間借りるかっていうことによって によって金額が変わるので、今ここでいくらですっていうのは言えませんっていうことだったんですけど、まあ、ちょっとメール送ったらもしかしたら、あ、もしかしたら大丈夫かもしれないので、じゃあここにもちょっと連絡をしていこうと思います。他の空港も見てみようか。 B リゾートのアクセス点、オーストリア。あ、すごい綺麗。おー、めちゃくちゃ自然が豊かなところですね。あと電話番号ですね。Hello, this is Rui from Japan. Do you speak English? Yes, I can help you. Thank you. はい、ということで、まあね、その滑走路を貸すってなったら空港を閉めなきゃいけないとかって、あとはフライトをコントロールしなきゃいけないっていうことがあるので、それはね、まあ確かにかなり痛手というか、通常運営ができなくなるので、だからといって夜中に行っても閉まってるから誰もいないし、そこに人を動員するってなったら、まあ、それなりにお金かかるよなって思うんで、まあ、なんかそもそも貸し出してないよっていうところだったら可能性は低いのかなって思うんで、まあ、一旦メールは送ろうと思うんですけど、廃空港とかの方がいいのかなって思ったりしていますね。廃空港は廃空港で誰もいないからどっちもどっちっていう感じはありますけど、まあ、もしかしたら本当にめちゃくちゃ地方の空港で本数がすごい少ないから空いてる時間 2,3 時間とかだったら撮影してもいいよって言ってくれるかもしれないんで、やっぱ地方行くしかないですね。めちゃくちゃ地方行きましょう。はい、では連絡をしていきたいと思います。まあ、まずはリサーチからですね。まあ、当たり前なんですけど、実際に今使われてる空港って、その滑走路で寝たいって言った時に空港を閉めなきゃいけないとか、飛行機を飛ばせられなくなっちゃうっていうことで、この前電話したところにメールを送ったところ、もうやっぱ難しいっていうお返事があって、まあね、当たり前っちゃ当たり前なんですけど、なんで実際に使われてる空港の中でも本数が少なかったり、ローカルなちっちゃい空港か、あとはもう撮影用みたいなところを探していきたいなって思っています。撮影用の空港を調べてみようと思います。イニョカーン空港、すごい名前ですね。イニョカーン空港ですね、アメリカ合衆国。ちょっとこれも後で連絡する組ですね。撮影用のだから実際に使われてはいるけど、ちっちゃいからこう貸し出しもしてるよっていう感じなんですかね。結構ちっちゃいですね。めちゃくちゃ田舎ですね。なんか田舎っていうか山、めちゃくちゃ山の中にあります。じゃあ次の空港はハワイのディリンガムエアフィールドですね。おー、海が綺麗、いいですね、ハワイ。あ、すごい、すごいまっすぐな空港です。
こはめちゃくちゃ気持ちよさそうですね。もし寝れたら。あ、こっちも空港あるけど、ここも貸し出しをしているらしいです。あ、でも電話番号がないですね。ダンスフォールドエアドローム、イギリス。開けてみましょうか。Hello, this is Rui from Japan. And we run a website. 5,000 a day. だから96万。高っ。実際に使われてる空港なんですか。いや、ちょっと高すぎるな。イギリス高いな。もう繋がってよかったんですけど、ちょっと高いです。ケープタウン、南アフリカ。聞いてみてもいいんですけど、電話してみますか。南アフリカってちょっと接点がなさすぎて。見てみよう。Hello. Hi. Hi, this is Ray from Japan. And I would like to visit a Cape Town film studio and take a nap on our runway. But is there actual runway? Runway ないって言われましたね。これも繋がってよかったです。ということで、次はニュージーランド、アードモア空港。おー、なんか2個ある。あ、アメリカにもあるんですね、アードモア空港って。おー、めちゃくちゃ綺麗。ニュージーランドはやっぱ自然が綺麗なイメージありますけど、アードモア空港ちょっと電話してみようかしら。今。Good morning, good afternoon. Good evening, this is Rui from Japan. And I would like to ask the possibility of filming at Ardmore Airport. ちょっと担当の方じゃないから撮影とかに関しては分かんないっていうことだったんで、ブラックブッシュ空港、イギリスですね。とかけてみようかしら。Hello, this is Rui from Japan. And I would like to ask the possibility of filming at Black Bush Airport.頼んでた滑走路はどうなった？滑走路がですね、まあ、結構その撮影用に貸し出してるっていうところはあって、うん、でもやっぱりその貸してくださいっていうと本当に1日で50万か100万ぐらいかかりますって言われて、さすがに高いなみたいな思ってたんですけど、うん、まあ、なんか電話をしていたら無料で使っていいよっていうところが1個あって、すごいどこすごいじゃん。それめっちゃすごいじゃん。いや本当に滑走路を無料で貸してくれるってすごくね。そうなんです。なんか寝てたら飛行機降りてくるとかね。いや怖いんですけど、なんか今は使われてないイギリスの、すごいじゃんそれ。イギリス遠いな、はい、またちょっと遠いんですけど。いいじゃん、滑走路で寝れるってめっちゃ楽しいね。そうですね、昔使われてたらしいです。なんだっけ、ブラックブッシュです。それ見せてよ、写真ないの？あ、ありますよ。あ、出た。あ、出ました。出てきた。おお、すごいじゃん、ちゃんとした空港じゃん、ブラックブッシュ空港。はい、ロンドン空港から 600km 離れたところにあるらしい。 600km ったら相当な距離だよ。あ、違う、間違えた、 600km です。60km か、間違えました。間違えました。 60km なら車で行けそうですね。すごいやん。でも飛行機止まってるじゃん、使ってないのかな。本当にそんなに遠くないね。面白いね。どんな滑走路、写真ないの？滑走路の写真ですね。結構大きいよ、だってそこ空港。わあ、すごいじゃんですね。実際に使われているらしいです。でも、はい、プライベートジェット止まってんじゃん。あ、そうですね。これ使ってなさそうだったけど。これは大丈夫、飛行機降りてくんじゃない？寝てたら寝てる間に来たら怖いですね、だいぶね。え、でもその使われてる部分と使われてない部分が分かれてるみたいで。あ、そういうことか。使われてない方が分かってる。それで貸してくれるって、そこすごいじゃん。ベッド持ってったら怒られるかな。あ、全然勝手にどうぞって感じだったので、ちょっとベッドっていう名前を出してないんですけど、昼寝も勝手に、撮影も勝手にやっていいよって。すごいじゃん、めっちゃ嬉しいね。それはそんなとこがあるんだね、世の中には。で、写真待ってます、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまたね。はーい。